どうもキングリオの太一とシュウです、今回はサイドハーフで使えるフェイントを3種類紹介したいと思います。はい。で、まあ、今回紹介するフェイントは全部そんな大げさなフェイントじゃないです。結構地味なんだけど、うん、だけどめちゃ使える。で、特にスピードスター系、スピードがある選手が使うとめちゃくちゃ有効というか。なるほど。そうなんで、試合中でもすごいこうスピードがあって勢いよく抜けるようなフェイントを3つ紹介していきたいと思います。はい。1つ目のフェイントがカラステップです。カラステップとは、対面した時に一歩踏み込むことで相手のバランスだったりとかタイミングをずらすことで抜き去るフェイントです。このカラステップが1個あるかないかだけで相手が抜いてくるタイミングっていうのがずれてくる。で、ディフェンスをやるとこのカラステップっていうのがどれだけ威力があるか分かります。右足でこうカラステップを入れた後にそのまま左足のアウトサイドで抜き去るのもありです。フェイントをかけると基本的にスピードが落ちてしまいがちなんだけど、このフェイントは一歩がそのまま次のダッシュの一歩目にもなるので、スピードに乗りやすいフェイントなのでおすすめです。2つ目のフェイントがカラステップダブルタッチです。スピードに乗れてない状況だけどすぐにスピードに乗りたい時に使えるフェイントです。スピード乗ってない状況だとカラステップをしただけでは相手が足を出してボールを取られてしまうところでも、このカラステップとダブルタッチを組み合わせることによって相手が足を出してきてもダブルタッチで届かない位置にボールを置きながら前に進むことができます。スピードに乗ってない状態でフェイントをするとなかなかこう一発で抜けないところでも、カラステップとダブルタッチを混ぜることで相手のバランスを崩しながらうまくスピードに乗ることができます。3つ目のフェイントがロケットシザーズです。この3つ目のロケットシザーズのポイントは、できるだけシザーズをする前にスピードに乗っておくこと。このスピードを乗っておきながら全くスピードを落とさずに相手を騙しながら抜き去ることができます。で、このフェイントはスピードがある人がやるとより効果的になるのは間違いないんだけど、スピードがない人でも走りながらダッシュしてる状況でこのフェイントはできるので、その状況で少しのこの一瞬の動きかもしれないんだけど、このフェイントを入れるだけでも相手のディフェンスからしたら一瞬バランスを崩したりとか間合いをずらされたりとかして抜き去ることができます。